皆さんこんにちは水族館マニアです。今日は牛鼻バナトビエイの仲間が持つ秘密兵器について解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で牛シバナトビエイ、まあ、名前の通りトビエイの仲間なんですけど、えヒレの端から端までが約1.5メートルほどのエイですで。水族館では比較的よく見かける種類で顔面パンチをもろに受けたような潰れた顔が特徴です。でまあ、ちょっとブサイクな顔をしてるんですけど、 あのまずこちらの写真をご覧くださいえー、っと目の下のとこ見てもらうと切れ目があるの分かりますかねでこれほとんどの方が知らないんじゃないかなと思うんですけどこの切れ目の部分からこんな意味わからない物体が出てきますまあ物体というかヒレみたいになってるんですけどこの器官実は陶器という、えー、頭のヒレと書いて陶器と読みますで これシーライフ名古屋っていうレゴランドのすぐそばの水族館で撮影したものですで牛場のトビエイの場合この陶器を砂の中の餌を探る時に使うための器官ですで陶器っていうのは胸びれの前側の部分が変化してこのような形になったと言われていますでこの餌食べてる瞬間見てもらって注目してほしいんですけどこの陶器をすごいパタパタさせてるの分かりますかね今です今これこれこれはいちょっと挟み込むように この陶器を動かしているのがわかるかなと思います。で、これをほんまに知ってる人ほとんどいないんじゃないですかね。僕も最近知ってびっくりでした。で、これ名古屋港水族館で撮影したものです。ほら、あの餌探ってパタパタしてるのわかりますかね？めっちゃ面白くないですか？僕初めて知った時、結構衝撃だったんですけど、はいでえこの陶器マンタも実は持っていて、牛バナトビーとは違って陶器が完全に胴体と分離しています。 でマンタの場合はプランクトンを食べているのでプランクトンをかき集めて口に運ぶために使っています、まあ、役割としては、まあ、あの餌を探すっていう意味ではあ,のあまり変わらないですね、はい、でまとめです牛バナトビエイの仲間は陶器という胸びれの一部が変化した器官を持ちそれを使って砂の中の餌を探しますでマンタも同様の陶器と呼ばれる部分を持ってるんですけど、えー、マンタの場合はプランクトンを ええ、かき集めるために使うっていう感じでした。牛場の扉に、あの、結構水族館でよく見れるんで、あの、また皆さん、陶器見てみてください。ご視聴ありがとうございました。